はい、どうもトシです。今回は発酵バターによる風味豊かな香りと味わいが病みつきになる食感のマドレーヌで、クマさんフォルムが愛らしい松永製作所製の型を使用した熊五郎マドレーヌを作ります。最後まで見ていただけると嬉しく思います。では始めていきます。全卵にグラニュー糖を加え、ホイッパーですり混ぜます。塩を加え、ホイッパーで混ぜ合わせます。蜂蜜を加えます。ホイッパーで混ぜ合わせます。アーモンドパウダーを加え、ホイッパーでしっかり混ぜ合わせます。湯煎に当て、温度を30から35度くらいまで上げます。合わせた粉類をふるいにかけます。ふるいにかけることで粉に空気を含ませ、ゴミなどの不純物を取り除くことができます。温度を確認します。ふるった粉類を数回に分け、もう一度ふるい入れ、ホイッパーで混ぜ合わせます。
イッパーでボールの底をすくうように混ぜ、持ち上げて落とす感じで混ぜ合わせます。粉っ気がなくなったら次をふるい入れ繰り返します。60から70度に温めた溶かしバターを加えてホイッパーでしっかり混ぜ合わせます。ホイッパーでボールの底をすくうように混ぜ、持ち上げて落とす感じで混ぜ合わせます。最後にゴムベラで全体的に混ぜ合わせます。ラップをして冷蔵庫で3時間以上、理想的には一晩生地を休ませます。冷蔵庫で休ませた生地を軽くほぐします。12丸くらいの口金をつけた絞り袋に生地を入れます。離型剤を塗布した型に生地を約 35g 絞り出します。軽く型を叩いて生地を鳴らします。天板に並べて調整します。190度予熱、180度で15から20分ほど調整します。温度と時間は目安です。ご使用のオーブンで調節してください。表面に焼き色がつくくらいまで調整します。竹串を中央に刺し、ベタベタした生地がついていなければ焼き上がりです。ケーキクーラーに取り出し、冷まします。
熱が取れたら乾燥しないようにふんわりとラップをかけておきます。完全に冷めたマドレーヌを好みのガス袋に入れます。シート乾燥剤を入れます。クリップシーラーで熱シールします。以上が発酵バターによる風味豊かな香りと味わいがやみつきになる食感のマドレーヌで、熊さんフォルムが愛らしい松永製作所製の型を使用した熊五郎マドレーヌの作り方です。気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。